はい、皆さんこんにちは、モロトフです。クロスローズイン続きをねやっていきましょうか。現在のお店の評価ですけど37ですね。で、所持金はというとちょっと貯めておきました。1万ゴールドリッチです。はい、さあ音楽家が奏でていて皆さんね盛り上がっている状況、我々お客さんはね今20人ねいるということですね。どん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 儲けてほしいですけど、下見ていきましょうか。在庫ですね、今んところバランスよく在庫はねあるんではないでしょうか。ちょっとお皿が足りないかな、どうなんでしょうかね。いや前回ね謎肉の話がありましたが、こちらですよね、デアミートというのが必要だということで、このデアミートなんですけど、合法的にはねゲットできないみたいなんですよね。地図でね探してもどこにもないということではあるんですけど、私ね今はね発見できてないんだけど、動画でね撮ってない時にねずーっと眺めていたらデアミート発見したんですよ。どうやらね定期的にあまりね手に入らないレア食材っていうのがねこのゲームあるみたいで、その一つがねデアミートなんですね。どこかにね突然出てくるということみたいなんですよ。例えばなんですけどこれね、このね街クロスローズでは普段売ってないこちらが今急に売っているという情報があるんですけども、これだね、パフューム香水、これは普段この街では売ってないんですよ。こういう感じでねスポットで時々ね現れてくる食材とかね、なんかね物があるんですよ。それの一つがねデアミートということが分かりました。だからこうやってね時々パーッと見て皆さんのね目で見ながらですね出てくる可能性があるんですね。そしたらそれをサクッと買うということで、一気にね我々あのレシピをね提供することができるということですね、お客さんに。これはちなみにね貴族が大好きで、一つあたりこのね食事は479ゴールドなんですね。多分デアミートもね結構な値段するとは思うんですけど、なのでまあね気長にね待とうかなと思います。ということで現在ね1万ゴールドありますので、いくつかね、また、酒場をね改造していこうかなと思います。一つこちら洗面台ですけど、トイレ作ってね洗面台をねこう配置しようかなと思いますね。お風呂場ではなくてこういう感じで結構ね人使うんですよ。あとはこちら皆さんからねたくさんコメントがありましたね。スローン玉座なんですけど、どうやらねこれはね高級なトイレという認識のようですね。なので結局はトイレのね場所を設置すれば問題はね解決するんではないでしょうか。例えばここにコツンと置いてですね扉をつけるよね。ちょっとゴージャスな扉にしようか。こんな感じでね、あんまりゴージャスでもないんだけどね。そしたらば窓をね設置してみます。そうしましょうか。これにしようかな。コツンとこんな感じで、もうちょっと広くした方がいいかな、部屋ね、トイレ。なので拡張しますと、こんな感じかな。こんぐらいあれば十分かな。窓もう一個ぐらい追加しようかな。同じ窓の方がおしゃれでいいでしょう。こんな感じにしておこうか。さすればですが、これをね移動させればいいんだと思いますね。ちょっとこれ出来上がってからねやってみたいなと思いますので、ちょっと早送りしていきましょうか。今ねちなみに上なんですけど、ここにね前からいる吟遊詩人バードがね住んでおりますね。かなり長いと思うこの男で、ここはというとですね、一人冒険家格闘家っていうのかな、その人が住んでます。そしてここはもう一人ですね、音楽家が住んでおります。実はね二人だから音楽家がいるんですね。この人が一応ねなんていうの、冒険家なんですよ。冒険行ってないけどね。はい、さあそしたらここのね部屋ができましたので、早速ね移動させておきましょうか。トイレこっちに向いてんのね、急に人が入ってきたらねビビるよね。はい、もう一つは洗面台でも置きましょうか。だからこれをツーッとこっちに置いて、ここに置くとトイレを使用しているのに洗面台を使いたい人が入ってくるという感じになると思いますが、まあいいでしょうね。あとは照明が必要かなね、多分そうだよね。照明は雰囲気のあるこれにしておきましょうか。こんな感じでここにねコツンと設置しておけばいいんではないでしょうか。ろうそくをね使いますね。この時代は電気がありません。さあ9500ゴールドになりましたね。
今回は新たなね、面白いものを作っていこうかと思います。それは何かというと、格闘技場が実はね、このゲームあるんですよ。どこだっけな、格闘技場。それをね、作っていこうかなと思いますね。価格はね、結構高いんですよね。こちらかな、ファイティングリング。3500ゴールドですね。人と人がね、ここで殴り合う。それをね、お酒を飲みながら楽しむといった悪趣味なものなんですけど、まあね、いいよね。はい。そしてたらば、また拡張ですよね。ここら辺に作っていこうかな。お金は結構あるので、どうでしょう。こんな感じにね、一気に大きく拡張していきましょうか。ね。そしてここが作られたらば、さっきのね、格闘技場を設置するという感じだと思いますね。誰が戦ってくれるのか、いまいちわからないですけどね。まあ、とにかくやっていきましょうか。これだよな。高いね。こんな感じで設置できるのかな？こういう感じ？ほう。微妙に狭い感じはするけど、これでいいのかな？一旦設置してみましたよ。向こう側行けるのかな？ちょっと邪魔っ気な感じはしますけどね。そしたらば待っていることで誰かが勝手にね、喧嘩してくれるということではないみたいなんですね。どうやら私がね、設定する必要があるみたいですね。賞金なんかを設定するのかな。インバイト。あ、私のね、客人がいれば、その人をね、こう誘うことができるんですね。ファイターとして。じゃあ、誘っておきましょうか。ね。さあ、そしたらば、相手をね、今待ってますよ、という状況だ。ちょっとしばらく待てば、相手が来るんではないでしょうか。おっと待って。従業員がね、相変わらずサボってんだよな。サボってる人がね、このね、バウンサー、こいつですよね。用心棒と、女の人ですね。ウェイトレス。なんだったらこのウェイトレスをね、解雇する必要があるかもしれないんだけど、まあ、十分ね、回っているからいいでしょうかね。さあ、ちょっと外を見ていきましょうか。ね。デアミート、ないか、チェックしましょうか。色としてはこんな色なんですけど、これとは違うんだよね。ほら、見てみて。こんな感じ。これキャビアだと思うんだけど、急にね、ここにキャビアが出てきたんですね。だから、ある一定時間これね、存在するので、その時にね、ここで買いましょうということだと思いますね。そのためには、そこまでね、道がね、通じていないといけないみたいなんだよな。結構わからないよね、どこに出没するかなんかは。ちなみに私ね、動画撮ってない時に見つけたのはたまたまなんだけど、ここら辺でしたね、ここら辺。さあ、そしたらば、町の評価が上がったということですね。もう結構ね、いろいろやり尽くしちゃった感じは正直あるんですけども、コストカットやろうかな。これ、一つのね、部屋を作るたんびに、50ゴールドコストカットですね。これやっておこうか。あとは、トイレをね、使う人からチップをもらうことができるみたいになるな。これ、結構いいかもしれないね。やっておきましょう。ね。どん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 収益をね、上げるようなものをやっていきましょう。さあ、募集していたものですけど、まだね、誰も来てないですね。なんとか今日中にね、格闘を見ていきたいなと思います。さあ、そしたら誰かは来たようだな。これバードか。ね、新たなバードですね。まあ、3人もバードをね、こう囲い込んでおく必要はなさそうですよね。それよりも女性の娼婦が欲しいなぁと思いますけども。はいはい、なんか吹いてるね、これ。多分ね、彼はね、ちょっと見えてないんですけど、縦笛をね、吹いているんだと思います。もしくは、ピロピロ飲みをね、しているんだと思いますね。このね、ピロピロ飲み知ってる方はね、40代以上だと思います。はい。さあ、今晩もね、商売繁盛ですね。よしよしよし。物なんかもね、もうぎっしりあるの。ね。全然ね、倉庫がね、足りないなーっていう感じがしますね。特に大きなね、ワインダルとかもね、本当はね、設置したいんだよな。あとここひょっとしたら暗いかもしれないな。ちょっとゴージャスなシャンデリアをね、つけていきましょうか。これ、つけていこうかな。よいしょと、こんな感じでつけておきましょう。これね、ろうそくが切れた時に変えられるのかはね、心配ですけどね。ワインですけど、ここら辺に樽を設置しちゃってもいいかもな。いろいろね、実はね、買っといたんですよ。ワイン樽もね、確かどっかにあると思う。ここら辺にあるんじゃないのかな。ほら、このね、
積んであるワイン樽ですね。雰囲気いいよね。ここに置いといてみようか。一つ置いといてみましょう。これはね、相当ね、いろんなね、種類のお酒が入ると思いますよ。はい。そしたらね、リング見ていきましょうか。誰か来てるかな？お、来てるじゃん。よしよしよし。早速ね、対戦させていきましょうか。お、元気がいいやつが。もうね、早速準備を始めてます。そしてこいつがね、我々がね、こう囲い込んでるやつですね。お、殴り合ってる。いきなり殴り合っております。みんな見てんのかな？お客さんはどうなんでしょうか。あんまりお客さんいないけど、あ、中に入っていった従業員が、あ、大丈夫大丈夫、なんか爪爪になってるけど、ちゃんとこう、あ、楽しんでますね。よしよし、亀とか言ってるよ。おお、すごいすごいすごい。2人ですね、微妙に2人。そうか、今はね、朝だからあんまりね、盛り上がんないのかもしれないね。うわ、ちょっと悲しいね。お金が少しあるから広告でも打っていきましょうかね。素早く近所でね、広告打っていきましょう。これどうかな？これやっとこうかね。あとはここら辺の周辺の広告も打っておきましょう。貴族来ますね。よし、来い来い来い。ね、昼からね、殴り合いしてますよ。皆さんね、ぜひ見てください。さあさあ、これ当然ね、倒したやつが、勝ったやつがね、賞金をもらえると、確か500ゴールドぐらいだったと思うんですけど、そういうことだよな。こっちの方が強いな。こいつって後で、我々ね、囲い込んでおきましょうか。人が宣伝したからでしょうか。ね、日中にもかかわらず、15人ほど集まってきましたね。結構周り集まってんじゃん。いいね、いいね。あ、この人ちょっと、くるくるしちゃってますね。これはバグってますので、これね、この人を、そうだね、こうやって下に行ってもらいましょう。はい、そうそうそう。お、結構集まるじゃん人。宣伝効果なのか、このね、格闘技がね、噂を呼んでね、人が集まっているのか。反対向いている人もいるけどね、面白いね。こうやって会話してるんですね。さあ、商売繁盛になればいいんだけど、これね、格闘技見ているだけって感じもしないで。お、ノックアウトしました。さあ、これでね、一段落したのかなね。彼いいね、結構強そうじゃん。でも帰っちゃうのか。そうかそうか。まあこんな感じですよね。もうちょっと彼には頑張ってほしいですけどね。今伸びているので私ね、コントロールできないですけど、そのうちこうやってね、立ち上がってくるんだと思います。フラフラですね。もうちょっと体力をね、つけたりしてもらいたい。訓練状況ですけど、どうなってるのかな。ハートマーク、体力はね、なさそうですけど、ムードはね、いいよということみたいですね。満足してますね。はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。まだまだね、楽しめそうですよね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.